皆さんおはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2024年5月30日木曜日、仮想通貨草コイン中野研究会、皆様おはようございます。いかがお過ごしでしたでしょうか。5月もね、終わっちゃいましたね。もうね、明日で、5月終わりでですね、折り返しての6月からになってしまいますね。はい、いかがお過ごしでしょうか。5月はね、ほとんどの会社ってはね、決算税務署提出日なので、5月31日までにね、決算書とか納税しないといけないのでね、ほとんどの会社はね、大変だったと思います、経理部はね。で、僕もね、自分の会社持ってましてね、一般社団法人作って持ってるんですけども、毎年ね、決算やるんですよ。それで本当にね、やればすぐ終わるんですけど、やるまでに体が動かないんでね、すごく大変です。2ヶ月も3ヶ月もかかっちゃってね、大変ですね。それで今日お話ししたいことはね、2つですね。昨日ですね、決算をお話したんですけど、法人決算終了についてですね、お話しします。それと2番目ですね、サテライトワールドペンギンっていう YouTuber がいるんですけどね、これね、たまにお話しするんですが、鹿児島在住のですね、サテライトワールドペンギン、鹿児島県ですね、在住のサテライトワールドペンギンがですね、余命3ヶ月になったと。自称余命3ヶ月なんでね、30年か300年か分かんないですけど、いよいよ YouTube 動画もアップロードしなくなってですね、本当死んじゃうんじゃないかっていう風になってるんで、それについてお話しします。まずですね、会社決算があるんですけど、会社法人を作るとね、意外にね、いろんなことやらなくちゃいけないので、作んない方がいいですね、これね。作んない方がいいです。会社、会社ね、会社クビになったから悔しいと思って独立するとか、で、そんな勢い余ってね、会社作ったなんてね、やめた方がいいですね。はい。なんか商売やるにも、個人事業主から始めた方がいいですね。個人事業主だったら、個人事業主だからっつって、決算書提出するんですけどね。一緒なんだけどね、一緒かな。独立しない方がいいね。サラリーマンが一番ですね。どっかの会社に潜り込んでね、一生終えるっていうのが一番です。はい、大変です。とにかく大変です。で、一番目だ、これ会社作る作らないに関係ないですよ、これね。一番目、毎月の給料の源泉徴収税の納付を1日でも遅れると重い重加算税が待ってるんですよ、これね。これは、翌月の10日までですね。翌月、大体ね、最低でも自分の給料ってあるでしょ。だから、最低でもさ、個人事業主とか、会社の法人作ったら、自分自身は、給与所得者になっちゃって、サラリーマンなんですよ。自分自身はね。だから、絶対に翌月、10日までにですね、源泉徴収税を国税に払わないといけないね。これ、1日でも遅れるとね、1万とか2万とかね、取られるから、納付がやってくるから、ビビるよ、本当に、嘘だろって。で、わずかなさ、数百円とか数千のね、納付の金額を、忘れたばっかりに2万とか3万とか取れるからね、毎月ね。で、会社が小さいうちは6ヶ月に1回払えばいいっていう届け出をしときゃいいんだけど、それは忘れると大変なことになるよ、本当に。もう本当に嘘だろって。
1日だけじゃんっつってんのに、重加算税やってきますから。で、2番目、日々の経理が面倒。まあ、経理ね、オービックとかさ、まあ、いろいろあるでしょう。まあ、ウェブ、クラウドバージョンもあると思いますけど、まあ、電車乗ったとかね、ご飯食べたとか、接待交際費とかさ、あるじゃないですか、支払いとか、まあ、売り上げとかね、いろいろあると思いますけど、まあ、どこの部署の、まあ、売り上げなのか、経費なのか、支出なのか、ね、それも、銀行振込なのか、現金なのかとかね、小口現金なのかとか、いろいろあるからさ、それの仕分けが大変で、大体やれなくなっちゃうんですよね。経理部がいるとね、いいんだけどね、経理のね、経理の人を一人入社させてもいいかもしれないね。それができないと、じゃあ社長一人でやるかって、大体まあ、社長の奥さんがタダでやってるけどさ、ね、そういうわけにもいかないから、いつもでもタダなんてね。で、3番目、従業員一人一人に社会保険料控除と、税金計算で頭がおかしくなる、これ毎月の給料計算ね。こう給与計算、まあ、一人でできますよ。はい、厚生ね、厚生、今ね、会社法人作ってもね、一人でも、社長一人でもね、社会保険入らないといけないんですよ。厚生年金とか。厚生年金入らなくちゃいけないんですよ。で、そうするとさ、40歳以上だったかな、ねえ、いろんな保険が加わってくるでしょう。高齢者保険とかね、まあ、あとは労災保険とかね、それはまあ若い頃からもう労災保険は入らなくちゃ、まあ、会社が出すんですけど、あとは厚生年金は会社が半分出したりするじゃないですか。健康保険は自分か。だからものすごい計算がね、まあ、めんどくさいじゃめんどくさいし、あと、まあ、税金、社会保険料前控除できるね、会社積み立ての退職金なんかやってれば、それ控除してからなんですけども、まあ、そういうのでね、一人一人おかしくなるんですよ、頭がね。で、あと、ほら、住宅ローン控除とかさ、子供が何人いるなとかね。年寄りが何人いるとかさ、扶養家族何人いるのかとかね、それが死んだとかさ、生き返ったとかね、子供が生まれたとか、そうするとですね、頭がおかしくなってしまってですね、どうして言ってくれなかったの、でいつ家建てたのとかで、まあ、いろんなことになるわけですよ。ところで、まあ、大変なことになると。で、次4本、年末調整を乗り越えるのが大変。で、年末調整があるわけですね。これが、保険入ってるとかね、入ってないとか、地震保険がどの頃とか、まあ、住宅ローン控除ですよね。で、これでも、人事総務経理なんていうのは、10月、11月、12月でね、もう3ヶ月頭いっぱいになっちゃうって感じですね、年末調整でね。はい、で、まあ、12月の給与で調整を行うと。あと5番目、会社の決算は意外とシンプル。まあ、会社の決算っていうのはね、大体4月1日スタートでしょう。年度スタートで。3月31日が決算じゃないですか。で、決算日から2ヶ月以内に税務署に申告なんですよ。だから税務申告、まあ、法人の確定申告ですね。それと納税なので、5月31日ですね、2ヶ月以内だからね。で、会社の決算は意外とシンプルって言えばシンプルですね。仕分けが、まあ、日々の仕分けがね、きちんとその日その日で終わってれば、まあ、その月その月でもいいんですよ。大変、それは楽ですけど、ね、1年間何もしてなかったと。で、もう、領収書もね、レシートも請求書も山盛りになってたら、これはもう無理ですよ。これ、2ヶ月、
2ヶ月丸々かかるよね。まあ、下手すら2ヶ月じゃ終わんないかもしれないね。このお金何なのとか言ってさ、いや、覚えてねえとか。これは接待なの会議費なの接待なの会議費なのとかさ、いろいろあるから、その、税務署も税務署で、ね、中小企業だったら、交際費は年間800万とかあるじゃないですか。だから、何なのってなるわけだよね。じゃあ会議費にしちゃえとかなるわけですよね。で、まあ一応ですね、その他ね、まあ青空申告になれば、ね、60万の控除が効いたりですね、まあ税理士雇ってれば、税理士の顧問料ぐらいは控除されるわけですよね。それ お得特典がいっぱいあるから、税理士は絶対に雇わないとダメだね。あと、まあ補助金が出るときとかね、決算書を絶対に提出するんですよ。あと会社、銀行からお金借りるときね、絶対に決算書提出するんだけど、決算書のがしっかりできてないと、銀行門前払いだからね、もう1円でも狂ってると門前払い。商工会議所から全国の商工会議所から、ね、出る、ね、補助金、まあ、返さないでいいお金あるじゃないですか、経済産業省のね。あれもやっぱり決算書がおかしいと出ないですね。決算書がしっかりできてれば、お金、銀行からお金結構借りれますよ。何百万でも何千万でもね。で、商工会議所でもバン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 お金毎月、まあ、毎年か500万、1000万なんていうのはみんな配っちゃってるからね。コロナの時にさ、200万出た、100万出たってあったじゃないですか。あんなのは一部であって、本当は商工会議所、経済産業省の商工会議所が、毎月、まあ、1社につき500万ぐらい、平均500万ぐらいずつプレゼントしてんだよね。それで経済なんとか回してるわけでございまして、税理士雇った人としてもお釣り来るから、ちゃんとね。だから絶対に税理士雇って、決算書はきちんとした方がいい。で、税理士の顧問料、まあ、60万とか300万ぐらいは、税務控除されたりするしね。税金控除、税理士よく知ってる、自分自身の顧問料ぐらいは、法人控除できるようにね。まあ、もちろん赤字決算だったら控除のしようがないんだけど、利益が出てるときにね、まあ、消費税払わないようにするとか、いろんなやり方がありますから、まあ、2、300万だったら、全然、雇っても雇わなくても全然大丈夫ですね。変わんないですね。で、雇った方がいいですよ。そして、しっかりね、決算書を作っておけば、銀行行ったって全然恥ずかしくないですから、いくら必要ですかね、つって。つなぎ融資で今度行くくださいって言えば、じゃあ3000万ね、とかになるからね。あとは、商工会議所でね、お金余ってるから、もうダブ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 。大体ね、会社、中小企業の半分は、税理士にちゃんと顧問料払ってないからさ、決算書だけ作ってよって20万とかって渡してね、適当に作られちゃうから、商工会議所行ったところでね、大体半分ぐらいはダメですってなっちゃうわけで、で、お金余ってるわけですよ、商工会議所もね。いや、500万、1000万出したいな、余ってるわけですよね。だ税理士、まあ、公認会計士でもいいんですけどね、会計士の方がもうちょっとしっかりと作るけどね、あとは、いろいろ作りますからね、会社のね、売上帳簿とかね、予算帳簿とか作るんで、まあ、税理士は、60から300万で、公認会計士は倍ですね、120万から600万ぐらい取られるけど、その代わり、株式上場とかしてくれるからね。で、6番目、予定納税で運転資金枯渇ってなってですね、ある日突然、予定納税っていうですね、
請求書が来るんだよね、税務署からね。で、去年こんだけの、ね、税金だったよねって。で、今年はこんだけ儲かってんでしょって言ってね、その半分でいいから払ってって先に言っててね、半期が終わって1ヶ月ぐらい経つとね、去年の税金の半分払ってよって言うんで先にね。びっくりだよ、本当に。もう恐ろしい。どんだけ金がねえんだよって、もう本当にないんですよね、税務署ってね。で、儲かってるとこだ、会社だけでさ、運営してるから、ほとんどの中小企業って赤字だからさ、税金なんか納めてないわけですよ、毎年ね。まあもちろんさ、利益が出ればね、市民税も払うしさ、市役所行って法人税払うしね。で、県税、まあうちだったら千葉県税っていうのがあるから、そこでも税金払うしね、もう恐ろしい。3カ所払わなくちゃいけないからね。恐ろしいことになるんだけどね。まあ会社作っていいことはあんまりないような気がするんだけどね。で、予定納税っつってね、先に払ってくださいっつって。いや、去年は景気良かったけど、今年、半期終わったけど赤字なんですよっつったところでさ、あー、ダメですね。じゃあ、半期決算書を、半期で決算を上げて、半期の決算書を持ってきてくださいと。それで言い訳言ってくださいって言うんでね。で、それはできないよね、そんなことね。普通は、半期で決算書、本当は作るんだけどね、月次決算書って作るんだけど、そんな作ってたらさ、もう本業ができないからね。で、仕方ないんでね。どこからかき集めて納税して、で、本決算で赤字だからっつって、全額返してもらうんですよね。ということで、会社を作るデメリットってことで、まあメリットはね、もちろん法人格があるから、名刺にね、株式会社なんとかって書けるし、一般社団法人とか書けるから、で代表取締役社長とか代表理事とか書けるからね。まあだから、まあ、個人事業主とのお付き合いとかね、取引とか、まあ、大企業との取引なんかも全然余裕でできるんですけど、まあ、それを維持していくためのお金はすごいかかりますね。まあ、あと、知識ですね。まあ、10年ぐらい必要かな。まあ、社長経験5年ぐらい必要じゃないですか。ということで、みんなビビっちゃったと思いますけども、会社を 不用意に会社を作ると重荷になりますからね。だから、よっぽどいろんな、まあ、あと、この他にも、人を雇ったらもっと大変なことになりますからね。労働法の方入ってくるんでね、まあ、従業員と喧嘩になったりするとさ、労働基準監督署が入ってくるから、これはまた大変なことになって、恐ろしい雨になるからね。まあ、その他は、まあ、会社対会社のビジネスなんでね、言った言わない、やってやらないとかね、金払って払わないとか言って、まあ、もちろん平気で裁判沙汰になりますから、まあ裁判なんかあってもね、平気でまあ、酒飲んでるような、気構えでいないとダメですね。喧嘩しちゃっても、あ、裁判になっちゃった、みたいな感じです。弁護士さん頑張って、みたいな。だから金かかるんだよね、いろいろね。金かかるから、よっぽど利益率の高い商品、サービス扱って、まあ、べらぼうに儲けてないとダメですね。そうしないと、会社なんかすぐ潰れちゃうしね。よっぽど決算書きれいにしといて、まあ銀行とかね、商工会議所騙すっていうかさ、騙すと お金を借りるだけ借りて、
投資家に投資の金を出させるだけ出させないともうダメですね。で勢い余って株式上場すると、まあそれが一番だと思います。本当ですよこれ。はい、じゃあ次にサテライトワールドペンギンについて考えると、でサテライトワールドペンギンっていうのはサテライトワールドペンギン YouTube ですね。サテライトワールドペンギン、まあ、登録者1110人もいるんだよね。でも毎回ね、まあ、500回とか600回とか1000回とか見られてるんですよ。でまあはい、まあ、ずっと毎日、まあ、この5年間この6年か毎日投稿してましたよね、ほとんどね。約6年前から毎日もしくは2日に1度ですね、10分程度の動画を YouTube にアップロードしてました。はい、で2番目、鹿児島市内を中心に職場の不平不満を吐露してたと。はい、鹿児島でまあ僕はね、中卒か高卒だと思ってたんですよ。でいつもアルバイトでしたんでね、正社員の場合は正社の社員の場合もね、まあ携帯電話ショップの売り子さんとかね、アルバイトでもできるだろうっていうような仕事しかしてなかったんですよね。工場っていうか倉庫の仕事とかね。でまあ嫌な仕事ばっかりしてて、こんな仕事すぐ辞めてやるとか言って、今職場の上司が本当バカでアホでつって毎日毎日言ってましたね。まあ、時間帯によって夜アップロードしたり朝6時にアップロードしたりね。で今から行ってきますとか言ってね、昨日は雨でずぶ濡れだったっつ、でずぶ濡れのまま職場に行ったら気持ち悪がられたとかね、まあ、自分が気持ち悪いのにね他人のせいにしたりしてましたね。で3、基本的に自分の人生を嘆く動画という、まあもうね30歳になったのにこんな仕事しかねえとかさ、で手取りで18万しかねえとこんな食っていけねえとかね言いながら、まあむちゃくちゃでしたね。でまあ仮想通貨とか FX とかねの話もしてて、まあこんな仕事してても食っていけないとか言ってまあ夜はね、YouTube 見て、YouTube とか、まあ、Netflix 見たりしながら、まあ映画見るの好きなんですよね。だから映画見ながら FX やったり、仮想通貨取引したりしてて、昨日 FX で1000円儲けましたとかね、2000円儲けましたとか言って、結構ね、1年間でね、100万ぐらい儲けるんですよね。意外と、まあ、2000儲けたとかね、4000儲けたとか言って、手堅いんですよね。まあ仮想通貨は儲かってなかったですね。フロキーヌなくなったとかね、あれダメだったこれダメだったって言ってましたけど、ただビットコインだけはね260万ぐらいの時買って今1000万ですから、なんか150万とか200万ぐらい儲かったって言ってましたけどね、いまだにね。で FX は年間100万ぐらい儲かるんだけど、年に一度によ、年に一度か二度ぐらい大損するんだよね。一晩で30万とか50万とか頭に血が昇ってね、やっちゃったりするんですよね。それで、1年かけて貯めたね、100万が、2晩でゼロになるっていうね、その繰り返しですね。で、4。
で、大学、で、最近ね、実は大学を出てて、最近大学院を出たっていうのを言ってました。で、この2年間で卒業したんですけど、船橋、千葉県のね、まあ僕の住んでる松戸の方に来てたとか、で、こっちにもアパート借りてね、やってたっつってたんですけど、まあもちろんだから若い頃も同じ大学行ってたんじゃないかなと思ってんですけどね。で、だから、まあ船橋大学ってのはないからね、千葉大学は国立大学だから多分難しいと思うんだよね。ひょっとしたら頭いいかもしれないけどね。それから千葉商科大学ってのもあるけど、まあ大学、日大もあるからね。千葉県にはね、日大かもしれないね。あとはまあ、千葉県とか茨城だったら、中央学院大学っていうのもあるし、江戸川大学っていうのもあるからね。で、今年、まあ大学院マスターコース卒業したと。まあ、まあだから、まあ年齢38歳ぐらいだと思うんだよね。多分37歳かな。36からちょっとわかんないですけどね。まあ、だから、そんでまあ、ずっとこの2年間ね、僕もずっと、まあ、毎日のように動画見てて、まあ、大したことやってない。研究もしてないしね、研究なんか嫌だとか、プログラムもいつまで経っても勉強しないしね、うん、先輩が作ったプログラムを、その、なんていうのかな、数値を変えて、結果、数値を変えて、スーパーコンピューターで走らせて、結果をマッピングしてるだけなんでね、なんだこいつはと思ったけどね、まあ、プログラムも作ってないし、アルゴリズムも作ってないから、俺卒業できないんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、それでもマスターコース卒業したってことは、まあ、とんでもない低いレベルの大学かなと思ってるんですけどね。まあ、少なくとも明治大学は無理ですね。もう明治大学はもう、4年生の時からも大変でしたからね。1年生の時から大変でしたからね。1年生で結構やめちゃうんだよね、難しくてね。ついていけなくてね。で、1年生の4月、5月って人いっぱいいてね、教室パンパンで入れないぐらいいるんですよ。で、嘘だろって、なんでこんなにいっぱいいるんですって。でね、後期からね、人いなくなっちゃうんでね。5、6、だから4、5、6、7ぐらいからいなくなっちゃうね、大体。で、学校も行かないで試験だけ出たりね。まあ、そもそも学校辞めちゃったっていう人もいっぱいいるんですよ。で、8、7月テストでしょ。で、8、9って休みなんだよね、夏休みで。まあ、7月25ぐらいから夏休み始まって、9月25まで休みなんですよ。丸2ヶ月。で、前半は1ヶ月間アルバイトして、10万円ぐらい貯めるじゃないですか。で、後半はその10万円。握りしめてさ、沖縄行ったりね、遊びっちゃうんだけど、楽しかったですね。で、もちろんね、勉強、復習もするんですよ。難しかったからね。で、そうしないと、後半戦がまたやってられないからさ。で、また10月からさ、授業始まるわけですよ。秋からね、またね。10月の秋からさ、またこの、明治大学の校内って、もう、木がいっぱい生えてんだよね。ほんで、落ち葉がいっぱいあってさ、ほんとトレンディードラマ、そのもので、あの頃ね、バブルでしたからね。1989年とか90年とかですからね。トレンディードラマそのものですよ、ほんとにね。ほんで、他の女子大からね、女の子が入ってきたりしてね、キャ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 言ってましたけど、俺たちは男どもでね、たむろして学食で、タバコ吸ったりね、ビール飲んだりしてましたけどね。で、まあ、夜遅くまでね、授業があったりして、6時ぐらいまであったりして、で、その後カラオケ行ったりね、ちょっと飲んでね、帰ったりしましたけど、大変でしたね、本当に大変で、明治大学。早稲田慶応ってもっと大変なんだろうね、東大とかね、東大、京大一橋ってね。
まあ、あいつら頭いいもんね。結果主義だからね。結果主義だからさ、また、問題集だけ覚えて試験受けて終わりなのかな。明治大学とか来るとね、やっぱりプロセスを大切にする人が多いから、結果、ほら、赤本をね、丸暗記するなんて誰でもできるから、そうじゃなくてプロセスはどうなのって話になるよね。そうすると、プロセス自体がさ、ロックフェラーとかさ、イルミナティとか、JP モルガンとかね、フリーメイソンとかがさ、解散してる場合があるじゃないですか。例えば、物理学で言えば、アインシュタインのね、相対性理論とか、特殊相対性理論なんていうのは、あれは単なるプロパガンダでさ、嘘800なんだよね、あれね。で、相対性理論とか作ったけど、あれもインチキなんだよね、あれね。俺もう最初から見抜いたもんね、大学の時からね。でも、それを言うとさ、先生が怒るわけよ。まあ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 、つってさ。で、あんまり大きなこと言うと、首な、あの、退学になっちゃうんですよね。だからさ、まあ僕も、経済産業省の、日本のね、国立研究所、日本のさ、博士号を持ってね、世界を股にかける、天才博士の下についてさ、朝廷、朝廷との研究してたけど、みんなさ、嘘の理論、嘘の上塗り理論だからね。分かってるわけよ、みんな、日本の科学者も。ね、相対性理論なんてないよっていうの。ね、分かってるわけですよね。あとは、量子力学なんかないよっていうの分かってるんだけど、それをさ、あたかもあるように言わないと、この世でね、石油しか燃料はないのかって一緒になっちゃうから、ね、自ら、燃料を作れる。当たり前ですよね。水素が入ってるのもね。ね。あとは、空気中から電気取れるっていう、当たり前じゃないですかね。地球自体が磁石なんだからね。だから、空気中から電気取れるのは当たり前じゃないですか。で、それをさ、分からせない、フリーエネルギーを使わせないようにしてるのが、イルミナティだって、フリーメイソンだって、ロックフェラー、ロスチャイルド、JP モルガンじゃないですか。で、それをさ、それをフリーエネルギーの研究やろうとすると潰されちゃうわけですよね。いくらの国立研究所でもね。ドクター中松も潰されちゃったけどね。で、みんなやる気なくなってさ、どっか大学の教授になったりしちゃうわけですよね。めんどくせえからね。で、何も喋らず、知らず存ぜず喋らずでさ。で、そういうの見てきましたよ、僕も。霞が関でね。僕は霞が関の経済産業省で、コンサルティングもやってましたからね、僕ね、独立してからね。はい。まあ、そこら話やめようか。そう、この YouTube も潰されちゃうからね。はい。で、地球温暖化に興味があって、まあ、極地の生物の撮影をしていたが、まあ、ペンギンだよね。南極ペンギンとか北極ペンギン。まあまあ、これはあれですね。新卒で、新卒で、映画撮影会社に入ったのかな。で、社会不適合で退職と。まあ、職場の嫌がらせで退職ですね。で、株式投資に狂い25歳の時、鹿児島の実家へ強制送還。まあ、クビになっちゃって家で、まあ、大学生の時から借りてた、多分、王子の家、アパートでね、引きこもっちゃって、そこで多分、インターネットの株取引をやってたんだけども、全部でお金なくなっちゃってね、多分、借金抱えて、借金取りから電話かかってきたんだけど、出なかったら実家の方に電話が行って、そこで、親が東京まで乗り込んできて、一緒に帰らされたと。
で、多分親が、まあ、100万か200万ぐらいだと思いますけど、お金払って終わったようなこと言ってましたけどね。自己破産はしてないみたいですね。わかんないですけどね、自己破産したのかな。してないと思いますね。で、6、精神が戻ったのは7年後の32歳ぐらいかなと思います。で、この間何してたのかなと。わかんないですけど、実家が農家だったから、農業やってたんだと思いますね。で、7、動画の内容。まあ、ほとんど毎日動画アップしてましたけど、まあ、非常につまんないものでしたね。毎日同じでね。まあ、人生 まあ、人生が嫌でしょうがないってことでしたね。ただね、言えることがあるんでね。僕、毎日見てたから。まあ、見るものないなと思って、暇だから見てたっていうのはあるんだけど、それでも見たからね。ってことは楽しみだったんだよね。で、8。まあ、1ヶ月前に余命3ヶ月の診断を受け。今は最後の賭けに出ており、福岡の女子と婚活中と。まあ、結婚相談所に申し込んだってことですよね、インターネットからね。まあ、全国版の、まあ、ツワイとかあるでしょう、いろんなやつ。まあ、アプリで登録すればよかったですね。無料だもんね、あれ、知らんけど。有料か。まあ、結婚相談所に3社ぐらい申し込んで、まあ、それで、まあ、全然引っかかんなかったけど、まあ、年齢がね、38ぐらいあるからね。で、まあ、今もね、プログラム開発やってるって言ってたけど、まあ、あんまりね、プログラマーとか言いながら、プログラムできないんですよね。プログラムの雑用ってことしかできないんですよね。だから今、まあ、仕事見つけてね、またフルリモートで、福岡のね、田舎に引きこもってね、プログラム開発かなんかやってますけど、年収はね、やっぱ安いみたいでしたね。だから、まあ、それで、女の子、婚活申し込み来ないのか、わかんないけど、唯一ね、福岡の女の子が、連絡来てですね、こんなんいませんかと言ってくれたから楽しみでしょうがないって言ってましたね。ただ、ほら、自分で3ヶ月で死ぬって言ってたじゃないですか。みんな嘘だ嘘だって言ってますけど、ね、視聴者はね。ね、片輪になったって言ってたけどね、片輪って何なんだろうね、意味がね。腕がもげたとか、足が取れたとか、そういう話なのかね、わかんないですけどね。目が見えないとかね、耳が聞こえないとか、ちょっとよくわかんないです。で、自分の DNA を残したいんだと思うが、犯罪のような気がしてならない。まあ、これ犯罪だろうね、これね。だって相手はさ、幸せな人生をね、送れると思って結婚するわけでしょ？で、こっちはもう余命3ヶ月って分かってるわけだから、相手を不幸せにするって分かってるわけだから、で、3ヶ月で死んじゃうんだからね。で、これ結婚したら、こう、まあ、どうせ死ぬんだから、ね、裁判かけたって死ぬんだからしょうがないんだけどさ、これはダメだよ。これは、人としてありえないね。こんなことやってたらね、こんなことを毎日、夢のようなことをほざいてるわけですね、このサテライトワードペンギンっていうのは。まあ、自分の利益しか考えないわけですよね。相手のことを少しも思いやらないし、思いやれないんでしょうね。だからまあ、バカは死んでも治らないと言いますけれどもね。まあ今回死んで、まあ、頭ね、治って帰ってきてほしいなと思いますけど、
ちょっとわからないですね、こればっかりはね。うん、でまあ、本当は死なないと思いますけどね、3ヶ月っていうのも全部嘘でね、まあ、全部嘘かもしれないしね、大学行ったのっても嘘かもしれないし、何が本当だかよくわからないし、まあ、見てる方もね、全部嘘でもいいやっていうような感じで見てますから、まあ、そういう意味でつまんないのかなと思うし、そういう意味でどこまで続くんだろうっていうね、この嘘の上塗りがどこまで続くんだろうっていう、まあ、興味本位もあるしね、ちょっと、不思議ですね、これはね。はい、ということで、今日はね、まあ、法人決算が終了したので、今日からね、また YouTube ライブ復活しちゃおうかなと、毎晩のね、思ってます。それではね、一旦これで失礼します。どうもありがとうございました。